最後の1投の大逆転に世界中が興奮している。北京オリンピックカーリング女子の日本代表ロコ・ソラーレが12日予選リーグでデンマークと対戦し、最後の1投で1点差の大逆転勝利を収めた。終盤のデンマークの巻き返しで5対7と2点のリードを許して迎えた最終第10エンド。最後の1投はスキップの藤澤五月選手。一番内側と内側から3番目にあった相手のストーンに当て、いずれも弾き出した。さらに、自分たちのストーンをハウス、円の内側に残す狙い通りのショットだった。この1投で3点を奪い、日本は8対7で見事逆転勝ちを収めた。4人は抱き合って勝利をかみしめた。ここぞの場面で勝ち切るのが日本の強さということを改めて世界に散らしめた。最後まで代表争いを演じたフォルティウスのスキップ吉村翔也校は、後がない中でも勝ち切っていく力っていうのがすごいある。プレッシャーのかかる場面を多く踏んできていると思うので、そこがメンタルの安定につながっているのではと話していた。まさかの土壇場での逆転負けにデンマークのチームのショックは大きい。スキップのマドレーヌ・デュポン34は、信じられないほど不幸だと涙を流しながら言葉を振り絞っていたと伝えた。このことはデンマーク大手の新聞紙エクストラ・ブラデット紙も伝えており、最後に3点を挙げるなんてめったにないこと、信じられない、起こらないはずのことです。もし先にあの最後のストーンで日本が3点を獲得するかどうか聞かれたとしたら、ノーと言っただろうと藤沢の最後のショットの凄さを称えるとともに、この勝負に敗北したショックを語っている。アメリカでオリンピックを放送しているテレビ局 NBC スポーツもこの逆転劇を報じており、日本の諦めないハートが勝利の女神を引き寄せたと報じている。これがカーリングの恐怖、カーリングの恐ろしさと一面で報じた。カーリングの国際試合では最後の最後まで読めないので、最後の一投まで見逃せない展開が多々あります。今回も最後の最後まで諦めなかった日本チームが勝負の運を運んだのだと思います。それでも紙一重の勝負だったことに変わりはありません。今回のデンマークもランキング上では日本よりも格上のチームです。その格上のチーム相手でも互角に戦っていることにロコ・ソラーレの成長を感じる試合でした。夜の試合も楽しみです。